直接会うのは初めてね。愛情レンタル、はかりの友人だから自由にしてあげているけれど。はかり奪還は失敗した。はかりさんとの恋を認めてはもらえないでしょうか。綺麗事で私の心を動かせると思って中学2年生ではかりを産みました。愛した人が病に侵され、愛したあの人の生きた証を残したくて、でも死なぬ。それだけが自分の幸せな人生だと信じ込んでしまう。あかりを育てることだけに人生の全てを費やしてきた。だけど決してその穴が埋められることはなかった。だから手遅れになる前に目を覚まさせてあげたいの。あんたが感動してどうすんのよ。あの母親の心を動かさなきゃでしょ。今はでも一緒ですよ。絶対にしてほしくないし。なんだ、急に目が見え始め、目薬の流された。やっぱり盲目になっていた。